どうしてダメなの？のやっぱり私のこと嫌い？なるほどね。これは嫌い嫌いって、主人公に問いただすことで、かえって主気です先輩って言わせたがってるみたいな。笑,笑みを含んだ声が、俺の方と耳をくすぐってくる。いつもみたいにお姉さんぶって、いたずらの手を取ろうとしてるみたいだけど、今日は違った。嫌いじゃないです。嫌いならあんなことしませんよ。どんなことだ <laughs> どれのどれなんだ <laughs> 主人公からカナに向けて何かアクションしたことあったっけ背中に伝わってくる胸の高鳴りや俺を見つめる瞳の色は先輩の不安から来ているものなんだって分かったからカナの瞳見えとるやんけ <laughs> 思いっきり後ろ向いてないと見えない体の部位上げとるやんけお前。どっち後ろ向きなの前向きなの <laughs> あんなことって これはそろそろカップルになる結末が近づいてきてる証拠かなちょっと国語力弱すぎて今カナーが主人公にどんなアクションしようとしてるのかわかんないけどそのまま頭だけを彼女の方へと向けるあ、主人公の頭を持ってね <laughs> ちょっと土着層良くないそれはえ、バカエロいんですけどゆずきルートじゃ絶対見れなかった大人のキスやってる <laughs> とんでもなくモザイク案件なんですけど <laughs>。こんな唾液まみれの舌同士が絡みついてる感じね。これはこの流れでセックス全然ありだな。ちょっとエロいリップ音出すのはさすがに恥ずかしすぎる。いや、全然違えだろ。あのログハウスないきそんなねっとりとしたキスしてないだろうが。 こんなことではねえよ。先輩のぬるりとした舌が、俺の唇をめくい内側から唇の輪郭をのぞる <laughs>。カナルートになるとすごいキスの詳細説明してくんだけど <laughs>。誰が言うときはお子ちゃまやね。カナが魅惑的なお姉さんだからって、そんなドエロい文章力披露すんなよ、マーマレドさん。俺も無意識のうちに舌を使っていた <laughs>。童貞にしては髪目芽すぎるな <laughs>。無意識で舌使えるやついる初めてのディープキスで、はあ、はあ、うるせえな、カナが <laughs>。 もう何度も交わしたキス。自然特徴の中で舌先を絡め合う。いつも味わっている先輩の甘い唾液の味が脳を刺激して、美薬のように全身を熱くする。今のってあなたたからのキスだったわなんか、ちょっとだけ間抜けだな。<laughs> お互いの口が微妙にベロンドで出てて、あ、キス終わったんだなっていうのはわかるんだけど、ちょっとだけぶち役だな、この一枚絵は。俺からのキスです。うん、私のの舌ペペロペロってしたものねいや、レロレロだったぞ。<laughs> ペロペロなんてそんなポメラニアンぐらい可愛いもんじゃなかったぞ。先輩の方はすでに上記している。俺を見つめるその眼差しにさっきまでのような不安の色は浮かんでいなかった。だからきっとこれでいいんだ。もう一回キスしたいです、先輩。<laughs> おかわり上手の名犬がおる <laughs>。そろそろ下半身の方のキスも準備万端なんじゃないか、お互いに。もっとしちゃうかもしれません。 え、な何この小悪魔 <laughs> すごい質問ゼミしてくるんだけど <laughs>。わからないくらいですよ。めちゃくちゃキスしたい。タメ語使うな、お前。<laughs> キスできたからタメかじゃねえんだよ、お前。ならならしすぎるな。俺が首を伸ばすと、先輩はすべてを分かった顔で目を閉じ、桜色の可愛らしい唇を付け出してくれる。<laughs> やっぱちょっと間抜けなんだよな、この絵。<laughs> <laughs> ははは先輩の唇を夢中で味わって、舌先を尖らせると、先輩がパクリと加えて、俺の舌を吸ってくれる。<laughs> すげえかなルートの文章力高いんだけど <laughs>。ゆずきルートの後だからか知んないけど、なんかここまでの文才が今まで成りを潜めていたのかという衝撃に驚かされるわ。校内で舌を絡め合うううちに、背中に感じる熱がどんどん高まっていく。もう一回。<laughs> いよいよセックスし終わんないと、この甘い夜はいつまでも続くことになるぞ。太陽さんが空気を読んで一生登ってきてくんないかもしんないぞ、ま。うん、何回もしちゃうのね。あのカナがうんだってよ。<laughs> どエロい。<laughs> 真っ白な肌がうっすらとピンクがかって、おでこや頬にふわふわの髪が張り付いていた。ロンロン <laughs> 上野動物園の新しいパンダの名称かな。<laughs> ビチャ、モゴ、チルル、ん、ゴク。汚ねえな、お前の基礎は。<laughs> え、これ、ちゃんとエロいリッポンとして当てれこした場合、エロいキスになるもんなの <laughs> ちょっと声優さんの本気を知りたいわ。苦しいに、止められない。カッパエビセンかて <laughs> もうダメだ。もう大人のキスすぎて、幼稚なツッコミ芸しか披露できない。<laughs> 唾液を分け合うように、お互いの口の中に舌を移し、絡め合う。エロいなぁ。<laughs> こんなにキスの描写長いの多分、カナルートだけだぞ。<laughs> もう春日になって、ふーんって終わっちゃうかもしんない <laughs>。ぐちゃぐちゃに混ざったそれがいやらしい音を響かせる。キスをしながらも、先輩はずっと俺の体を抱きしめていた。あ、今夜はノーセックスもしかして、もうじゅんぐりじゅんぐり進んでいくんだね <laughs>。一日ごとにステップアップしていくルートなのかな、もしかしたら。いいけななな子ねお姉ささんんんのことことにドキドキキせちゃうなんて かっこいいち一人称がお姉さんで似合った場面なかったね <laughs> 今だけは大人の女性成分全開だもんな「チャンネル登録」最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価コメントチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバイ